これとりあえずこれ言っときましょう。はい、もう今日は3月20日いうことで、ね、そうですね、もうすぐ大阪では始まるんですよ。何が？高校野球。あ、高校野球ね。もうすでに開会式の入場行進曲も決まりましたね。あ、行進曲ええよね、今年も、うん、第66回選抜高校野球開会式選手入場。ポーポーポーポロポーポーポーポロポーポー。これ横断歩道や、これ横断歩道や。待て待て、あれはええ曲やで。違うわ、球児歩きやすいぞあれは。確かにあるけど、今年はザードの曲や。ザードの曲でも、まあ、けどな、高校野球ええよな、ほんまに。ええよ、素晴らしい。高校野球嫌いやん。なんでやねえ、高校野球ってね、もういかにも国民を感動させようとしてのがバレバレでしょ。そんなことあるかいな。何やの負けたチーム。何、涙流しながら砂を、これが一番ええね。この砂を持って帰って高校球児たちは宝物や。あれが宝物。なんでお前砂なんか持って帰んの。やっぱり涙と汗があのグランドの砂に染み込んでるやん、あれに。ほんだら水泳部は水持って帰るの。持って帰るかいな、ほんなの。いや、組むんかいな。いや、浴びるな、浴びるな。いや、使っとんかい、お前。どんだけ水持って帰ったのよ、ほんまに。でもな、何がないや。でも高校野球ええよ。高校野球見とったら自分の学生時代の楽しい思い出とかそういうのが思い出してくるよ。ポポーンとこれやろ。俺学校って嫌やったからね。何がやねん。もう鬱陶しいやつ多かったよ。何鬱陶しいやつ。作文の時な。何やそう、作文の時ってね、隣の席でいつも同じことを聞いてくるやつおったでしょ。なあなあなあ、うん、1行目開けんの。映画なの別に。台の上は何発開けんの。映画なお前。1回言うたら覚えとくよ。仲間しいよ。俺が聞いてる楽しい思い出やるやろ。1個ぐらいなんか楽しい思い出。そうや、席替えとか、ね、何やねんそれ。何やん席替えとか。席替えよ、楽しくてワクワクしたよね。なんでや。例えば自分の好きな子の横に座りたい。あ、そういう意味でな。まあ僕は男子校やったんですけど。気持ち悪いな。柔道部やったんで。いや余計気持ち悪いわ。丸坊主やったんで。いや呪文かお前は。どんだけ気持ち悪いな。そういうワクワクするもんがあるんや。ワクワクするもんが。でも俺お前ほどそんなワクワクせんかった。なんでかじゃあ視力目が悪かったから席替えんといつも一番前やこれ。ああ、ようある話ですよね。そうそう、目の悪いやつが一番前に座らされるって。 その点僕なんか視力めちゃくちゃ良かったからね、いつも一番後ろに座らされたんですよ。羨ましいな。でも僕後ろ座ったら酔うんですよ。いやバスか。バスやないねん。おいおい、修学旅行のバスやないねん。修学旅行のバス。あー疲れたな。おい松田、もうバス用してんかお前。大丈夫か。やめろや。まあ、なんや大丈夫か。やめろ言うてんの。 俺酔うてんねんぞお前。酔うてるからお前背中さすったってんないか。ほっとけ俺のことは。は、お前に俺の気持ち分かってたまるか。知るか女も。俺はな、俺はこの修学旅行で彼女に振られたんや。関係ないやん。だからな、だから酔うて忘れたんや。いやバスで酔うな。いやバスで酔うな。ごまかしたんや。ちょ待って、酒でよ酒で。明日学校休むと思う。なんでや。二日酔い。いや聞いたことない。バスで二日酔いなんか。でもこういうこと言うんかな。何、ほろ酔い気分。いやそんなええもんちゃろバス酔いは。んうわこいつ戻してる。うわ飲み込みよった。ほろ苦まいね。汚いわお前。向こう行きお前は。つぶつぶの汚いなお前。こっちまで気分悪くなるわ。ちょっとここで気分転換でちょっとタバコでも吸ったろうかな。タバコで先生見つかったらヤバいぞお前。そう思ってな、こっちが窓開けとこ。よし、こっちも開けといたる。これどんな狭いバスや。これどんな狭い。お前インドの乗り合いバスやないねんか。お前もう普通のバスや。もうちょい向こう行け。ほんまに。よし服や。お前もすんか。しっぺしや痛いやろ。何の意味があんの。何の意味が。お前も寄ってんねんか。もうじっとしとけ。じっとほんまに。消化だ。なんや。マジでだいぶ酔うていたから早くここ出てもう一台行こう。いやもう行けんや。バスではしごすな。普通もう行けんやお前は。ちょっとお前ビニール袋でもうたろか。バスガイドさんに。バスガイド、うん、いや自分で言うわ。ええんか。まあまあ。いやバスガイドや。バスガイドやから分からんねん。バス酔いや言うてるやろお前は。ほんまにバスガイドさん、ちょっとビニール袋。あのいつものやつ。いやキープしてんのかいな。どんなビニール袋やほんまに。ちょあのバスガイドさん、何、あの質問があるんです。お前絡まんでめえ。もう質問。何がしたあのこの間学校帰って最後校長先生が締めの言葉言うんですけど、うん、あれってなんでみんな同じこと言うんですか。何やねそれ。皆さん無事に帰ってくることができました。しかし修学旅行は終わっていません。わかるか。家に帰るまでが修学旅行。